冬のマウナケア山の山頂ポリアフとは、ハワイ神話に登場する女神である。彼女は、雪の女神であり、ハワイ島のマウナケア山に住むとされている。この山は、冬になると山頂が雪で覆われることから、白い山と呼ばれている。ハワイで最も美しい女神であるとされている。また、ポリアフは、火山の女神ペレと、しばしば敵対しているが常にポリアフが勝利するという。 ポリアフは四姉妹の一柱で、他の三柱は、霧の女神リリノエ、湖の女神ワイヤウ、晴れあからの雪の女神カホーポカネである。リリノエとワイヤウも雪の女神とされることがある。四柱共にペレと敵対しているとされることもある。四女神は、異界の美を有することが特徴であるという。ポリアフに関する伝説は主に次の二つが残っている。マウナケア山ある時ポリアフは、 アリーの愛話を引くプアに出会う。二人は恋に落ち、彼は彼女を彼の故国カウアイ島へと連れて帰る。されど、そこで彼女は彼がすでに別の女性、マウイ島の王女、ヒナイカマラマと婚約していたことを知ってしまう。ポリアフは失望して彼の元を去るが、彼女は二人に呪いをかけてしまう。アイ話をヒクプアとヒナイカマラマが抱擁するたびに霊気に襲われるように、 なり、ついにひないかまらまは音を上げ、愛をひくぷやのもとから去っていった。ポリアフは、マウナケアの東の山腹で、人間たちと共に暮らしていた。ある日、人間たちとホールアで滑っていたとき、謎の美人が現れ、そり滑りに参加し、ポリアフに勝負を挑んできた。そのよそ者は、ホールアを持っておらず、ポリアフが不利になるような一台を借りた。 ラウパーホエホエからの風景最初の競争で、ポリアフは挑戦者をあっさりと抜き去った。ポリアフは、寛大にも、挑戦者と互いのホールアを交換することに応じた上で、再度競争し、またもや勝利を収めた。三度目の競争において、挑戦者は、ポリアフを妨害しようと、その眼前に溶岩流を展開し、その正体が火山の女神ペレであったことを露呈した。ポリアフは、 ペレの攻撃に動揺しつつも山頂へと駆け上がった。一度落ち着きを取り戻してから溶岩に雪をぶつけて凍らせ溶岩を島の南端に閉じ込めた。ハワイ島北部のラウパーホエホエの溶岩大地はこの時に生まれたという。今日ではペレはハワイ島の南半分であるキーラウエアさんとマウナロアさんを支配ありがとうございます。